祭というイベントが始まりまして、こちらの方でですね、ご披露させていただくんですけど、はい、改めて、2012年の作品ではありますが、構成を変えたりですとか、作品を変えたりですとか、真面目にやるのか、ご披露させていただいたものになります。せっかくあの場で踊らせていただいたんですけども、あいにくクローズの場だったもんですから、ぜひ皆さんにご披露したいと思いまして、この場でご披露させていただきます。その当時のことを知ってらっしゃる方も、知らない方もですね、楽しんでいただければと思います。尾張藩第7代藩主徳川宗春が作り上げた名所名古屋、その姿を私たちに表現します。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神楽重い焦るわ米の